こんばんは、あいかです。今日はですね、こちら4月16日発売のコスメデコルテプランピングリップセラムを全色購入してきましたので、レビューしていきたいと思います。はい、これね、朝のライブ終わって速攻引き取りに行ってきました。限定色はね、予約の段階で私が行っているカウンターは完売してしまったそうで、既存色も初回入荷分はね、結構動きが早いんじゃないかなと思いますので、気になっていた方はぜひぜひ早めにチェックされてみてください。はい、それでは早速行きましょう。今回はですね、定番カラー3色、そして限定色が1色、さらに予約特典としてルージュデコルテのミニサイズ14番をいただきました。ありがとうございます。結構コスメデコルテはこの予約特典が多いような気がします。この外箱も可愛いんですよ。こんな感じ、ちょっとずつね、色が違っています。アイテムがこちらです。可愛いですね。で、今回のリップセラムはトリートメント効果があります。で、このトリートメント効果の度合いはカラバリに限らず全てね、同じだけトリートメント効果があるというふうに言われていました。で、さらにですね、プランプレベルっていうのが3段階設定されていて、塗るとね、ちょっとジンジンしたような感じ、少しね、そういった刺激なんかもあります。この刺激が01、02、03と順番にね、こう強くなっていくイメージで、限定色は間の2のレベルになっています。そしてカラーですね、これから装置をお見せしていくんですが、0102は淡めの発色になっています。で、こちらはですね、重ね付けとかに使ったらいいんですかっていう風に確認してみたんですけど、口紅と重ねて使うこともできるそうなんですが、どちらかというと夜寝る前に塗ってね、寝ている間のトリートメントみたいな使い方をするといいっていう風に言われていました。それではスウォッチからまず01番ですね。チップはこんな感じで結構サイズしっかりあります。有名どころのクラランスのね、リップオイルと比べるとサイズの違いはこんな感じ。クラランスがね、結構分厚くてぼってり大きめのチップなので、それに比べると少し小さめなんですが、比較的しっかりしたサイズかなと思います。お色味がこんな感じ、まあ、単色だとほぼ色味はわからないですね。唇に塗ると唇の赤みが若干抑えられるかなという気はするんですが、1本で使ってそんなに発色を楽しむっていう感じではないかなと思います。そして02番、チップもほんのりピンクなのがわかるかなと思います。なんですが、塗ってみると01と02の違い、スウォッチだったらちょっとわからないかなと思います。そして03番、このカラーになるとね、しっかり発色楽しむことができます。一塗りでこの発色具合なのでいいですね。しかも色味もちょっと大人っぽいくすみ感があって、私はすごくこのカラー好きです。0102に関しては手のスウォッチだとピリピリとしたような感じは感じないんですが、03になると少しじんわりしたような感じ、痛いっていうほどではないんですが、これがプランプ効果なのかなっていうね、刺激が若干あります。そして04番限定色です。こちらはね、透明のリップエッセンスなんですが、チップがピンクに染まっていることでわかると思うんですが、実際に使うとピンクっぽく発色してくれるタイプです。使う人によってね、色味が変わるので、もしね、まだ在庫ある店舗で購入されるっていう場合は、どんな発色になるかね、タッチアップしてチェックしてもらえるといいかなと思います。これ確かね、スウォッチでも色出たはずなんですよ。こんな感じ、最初は色味わからないと思うんですけど、ほらほら、徐々にピンク味出てきたのわかりますか。はい、順番に01、02、03、04です。じゃあちょっと色がどれくらい定着するかもね、チェックしていきたいので、こちらのスウォッチ残した状態で実際に唇に塗ってみたいと思います。あいかチャンネル。はい、口紅ね、オフしてリップバーム塗りました。じゃあ01から塗ってみます。リップセラムっていうとかなり緩いイメージかもしれないんですが、唇にのせると意外と垂れてこない感じ、ピタッと密着してくれますね。そして私、予約するときは手元でね、スウォッチだけ取らせてもらってタッチアップはしなかったんですよね。なので0102に関してはピリピリした感じっていうのが分かんなかったんですけど、今初めて唇に塗ってみるとピリピリっていうか、ちょっとスーッとしたような感じがあります。でも思ってたよりスーッとするかも、もっと全然感じないくらいのレベルかと思ったんですが、塗る量にもよるかもしれないんですけど、私はディオールのマキシマイザーよりちょっと弱いくらいのスースー感に感じます。01単色だとこんな発色です。やっぱこれは BA さんが言われてたみたいに、夜のトリートメントとして使おうかなと思います。もちろんね、こういう水色っぽいカラーで唇の血色感を抑えたいっていう人もいると思うんですが、私はどちらかというと血色感は足りない唇なので、あんまりブルーのカラーコントロール的なリップアイテムって使わないんですよね。
で刺激のレベルも一番低いので私は寄るようにします。ちょっとこれを押さえて、割とすぐ拭き取ったけどしっとり感はしっかりあると思います。リップバームのペタッとした油分を足してくれた感じとはまた違った水分っぽいというかしっとりした感じがあります。これ一晩とか塗ってたらかなりいいんじゃないかな。じゃあ次02番、まあ、パレットに出してもこんな感じなので色はそこまでわからないんじゃないかなと思います。いきます。01塗る前に一旦リップオフしたじゃないですか。その状態より01一旦塗ってそれを拭った後の方が唇がなんかふっくらして見える気がする。ちょっとお伝えが02を塗りながらになっちゃったんですが、今鏡でまじまじと見たらねそう思いました。02番はこんな感じ。うん、確かにちょっとスーッとした感じは強くなった気がします。でもそんな痛いっていう感じではないですね。02のスースー感が私はマキシマイザーと同じくらいに感じます。02番の発色はこんな感じです。じゃあ次03番ですね。これはね私テスター触った時から大本命なんです。わーやっぱ可愛い。たっぷりめに出すとこんなお色です。これはいいよね、季節問わず使えそう。いきます。これはね、大好物。そしてね、ピリピリする感じがね、格段に03で上がりましたね。今めっちゃビリビリビリってして、02まではどっちかっていうとこうスースーした感じだなと思っていたんですけど、03になると途端にビリビリします。これはもしかしたら塗る量によるかもしれないので、チップでそのままスーッと塗るより、こういうブラシでぼってり塗った方がビリビリ感っていうのは強く感じるかもしれません。なのでこういう刺激が苦手っていう人は、塗るツールを変えて塗る量を調節してあげるといいかもしれないですね。うん、03仕上がりはこんな感じです。めっちゃピリピリする。コスメデコルテのプランプリップっていうとピリピリしますって言っても刺激強くないんじゃないかなって勝手にブランドイメージから想像していたんですけど、03はまあまあしっかりします。01、02、03と刺激が唇に蓄積されてる感じしますね。拭き取った瞬間にピリピリ感が止むっていう感じじゃない。なんかトリートメント成分が馴染んでるってことなのかな。ちょっとさすがに唇ちょっとぷくっとした、気のせい、ブリーンまではいかないんですけどちょっとぷくみたいな気がするけど気のせいかな。じゃあ最後この特徴的なビジュアルの限定色04番いきます。手に出した時はピンクにね色変わったんですが、パレットに出しただけだったらね見た目は透明ですね。それではいきます。ちょっと色の変化とか見ておいてくださいね。唇に残ってる03の刺激が強くって、これもプランプレベル2っていうことなんですが、さっきみたいに塗った瞬間からわあビリビリするっていう感じはないですね。ちょっと感覚が麻痺してきた感じで、あ、色変わってますよね、わかりますか。さっきの素の唇、まあ、色々と拭き取ってるので完全な私の素の唇の色ではないと思うんですけど、その色よりもだいぶピンクっぽく発色しているのがわかるかなと思います。でも唇の色も透けてくれてるので、さっきのスウォッチで撮ったみたいな蛍光のピンクよりはもう少しとっつきやすいピンクかなと思うんですが、どうだろう、まだ変わるかな。04番仕上がりはこんな感じです。そしてさっきのスウォッチですね、ちょっと色変わったりするかなと思ったんですが、04番の色の変化も、まあ、マックスでこんな感じでした、まあ、01、02ピンク味が強くなったりとか青みが強くなったりっていうのはないかなと思います。でこれを軽くウェットティッシュで拭き取ってみます。色残りチェックしていきます。まあ、ギュギュッと拭くと、まあ、03もほんのり残ってるかもなんですが、やっぱ色持ちに関しては04がダントツかなと思います。結構拭き取ってもまだ残ってますね。色味は最終的にこんな発色になりました。これは人によって変わってくると思うんですが、でもこういうつける人によって色が変わる系のピンクってもう本当にこのチップみたいな、なんか青みを感じるような蛍光ピンクみたいな色になることが多い気がするんですけど、それよりはもうちょっと落ち着いた雰囲気で、これもまあ口紅の代わりとか、まあ、色付きのグロスみたいな感じで使えるかなと思います。刺激に関してなんですが、やっぱ02番と同じですね。03みたいなこうピリピリちょっと熱くなるような感じではなくて、どっちかっていうとスーッとしたような感覚に思います。じゃあこれどれくらい色が残っているのかちょっと押さえてみます。あ、でもこっちで見ると蛍光っぽいよね。しっかりめに押さえてこれくらい、結
構色残ってくれてる気がする、うん、で触るとねすっごいしっとり、まあ、可愛いからちょっとコンプしちゃったんですけど、1本だけ買おうと思うんですっていう人がいるとしたら、もし限定色あったら多分すごく人気なので限定色を抑えておくっていうのはありかなと思います。でもないところも多いと思いますし、ピリピリした感じが苦手じゃなかったら03がおすすめかなと思います。ただダントツなんか私はズバ抜けて刺激が強いような気がするので、まあ、これ限定ではないですし、もし購入するんであればちょっとカウンターでタッチアップしてみて、色もなんですけどこの刺激の強さっていうところをね一度体感してもらった方が安心かなと思いました。まあ、こっち3色に関してはディオールのマキシマイザー、ちょっとさっきから比較でねこればっかり出して申し訳ないんですけど、まあみんながね使ったことあるかなっていうところで、ディオールのマキシマイザーの数数感が大丈夫っていう人だったらいけるんじゃないかなという気がします。最後せっかくなのでこのルージュデコルテミニの14番ですね、おまけでいただいたのでこれ塗ってみようと思います。一応このベース04番のピンクが残ったところに重ねてみます。あ、でもトリートメント効果すごいあると思う。口紅が塗りやすい、まあ、このリップ自体が滑らかで塗りやすいのもあるんだけど、いつも以上にねすごい唇が整ってる感じがする。はい、予約しててねこれから引き取りに行くよっていう人、おまけの14番のリップのカラーはこんな感じです。じゃあ本当に本当に最後、リップにあんまり発色しないから重ねるとどんな感じになるか見せて終わりにしようと思います。と上唇と下唇にそれぞれ塗ってみようと思います。じゃあ上唇の方に01番ですね、ブルーいきます。まあ、トリートメント用としてとは思ってるんですが、まあ、もしかしたらね重ねてグロス的に使いたいっていう人もいるかもしれないので、カラーチェンジの力があるかチェックしてみます。あーでも色はやっぱ変わんないかな、そんなに青みが足されて赤みが落ち着くっていう感じではないですよね。一応次02番ピンクですね、下唇に塗ってみます。これも白っぽくなったりするかなと思ったけど、そんなに多少はなってるのかもしれないけど、なんか目に見えて変化したっていう感じではないかなと思います。ただしつこいんですが、塗るとやっぱ唇がめっちゃシトッとはします。なので逆に言うと唇の色を邪魔せずにツヤ感だったりとかこの保湿力っていうのをアップすることができると思うので、まあ、唇の下に仕込んでおいてもいいと思うんですけど、まあ、日中例えば高発色な唇にピタッと密着するようなタイプのリップ使っててちょっと乾燥してきたなっていう時にこんな感じで重ねてあげるとツヤ感としっとり感っていうのをプラスすることはできるかなと思います。まあ、公式の使い方ではないかもしれないんですが、ちょっと実験的にやってみましたので気になっていた方は参考にしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。4月16日発売のコスメデコルテの新作プランピングリップセラム4色をレビューしていきました。購入された方は何番購入されましたか、それからこの動画見てこのカラー気になりましたっていうのがあればぜひコメント欄でシェアしていってください。今回の動画少しでも参考になった方はぜひ高評価、それからデパコスマニア愛花チャンネルチャンネル登録10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。